ゴールデンウィークもついに始まりました。皆さんどこが行きますか。といってもコロナの対象でなかなか外に出るのが難しいですよね。なんでコロナが悪化してきたのかな。カキの寿司うまそう。うん、うまい。そうかね。まあゴールデンウィークが始まったわけでもないんですが、今日は財布の中を覗いて買い物して大好きな皿寿司を買ってきたわけなんですけどね。うめえな。これはね、ふきですよ、ふき。うん、いい味するな。ちょっとね、おすすめの昼飯なんですが、これね、昆布で鯖寿司を巻いたものなんですけどね。あのね、これは僕が大学生の頃にあった話なんですけども、当然ゴールデンウィークとかあるって学生でも休みあるんですけども、その時バイトにね、試験募集、試験者募集っていうのがあって、なんであれこれですって友達とそこに電話したんですね。そしたら、とりあえず健康診断ですが、血中検査を受けたいので来てもらえますかなんて言われて、はい。ハゲの水を開発するためにデータが欲しいみたいですよ。まあその頃は俺もその友達もね、ハゲではなかったですよ。だけど、脳は血液検査で落ちちゃったんですよね。なんか脂肪が多かったのかな、中性脂肪が高かったのかわからないですけどもね。それで僕は交通費の30円だけもらって帰りましたけども、で、その友達は検査 OK で、試験の協力者という形になって、試験を始めるんですよね。この液体を毎日頭に塗ってください。
ということで、やってたりするんですけどね、その薬の効く量量は、こっちには何も伝わってこないんですよね。どんな実験するのか、何をどうすればいいの、全然わからなくて、そしてよく電話して、これどうも、嘘が言って、いいんじゃないの、どうも。ステップが強くする。で、最後は頭のこの部分、頭頂部、このね、ザビールの、フランシスコザビール、ハゲみたいに、どうしても僕の天井の部分がハゲになったんですよね、結果的にはね。で、まあ、その時はお二人とも髪の毛があったんですけども、で、そいつがね、かわいそうに、最後の治験の時に、髪の毛をね、シュッと取りますって言ってたらしいんです。これな、ちょうどこの辺りの頭の頭頂部に一線四方を切り取って栽培するらしいんですけど、どうなるしならかわからないですね。んで、そいつと会ったらね、頭のてっぺんに毛がないんですよ。で、なんか絆創膏みたいなの貼ってましたけど、お前やるなって言ったら、いや、俺は金のためだって言ってましたけどね。みんな、あれは面白かった。で、今は、そいつはもう完璧にザルデールハゲなんですよ。もう頭頂部に毛がないんですね。僕の前は、ちょうどこの顔の下あたりから交代していって、バックするんですよね。オールバックがもう今できないです。今からもうそう楽しみにしてたんですよなぁと思いますけども。昔から昆布を食べたら毛が生えてくるっていう、そんな話しませんでしょ。これ昆布はね、たくさん生えてて、美味しいし、毛が生えてきたらなぁと思うんですけども。それでね、その検査を継続してたら、大体1万円もらえるらしいですよね。血液検査とか、さっきも言った通り、俺は血液検査に引っかかってダメだったんですけども、そいつはね、喜んでましたね。検査で3万円もらって、さっきやーって言ってましたけど。で、最後に、今度は何するの、今日で終わりだろうって言ったら、そうそう、書いて、ね、軽いのりにしてるわけですよ。もう今日で最後だから、二度と行くことはないだろうなって言ってたんですね。そしたら、頭を受ける、吸い込みさせられて、かっこいいとか言ってたんですけどね。こんなんいらんわーって言ってましたけど、まあ、3万円もらったんで、楽しかったら、そのハゲになるのはね、そんなん今あるんですよね。やっぱり、ハゲ同士のね、友達というのは大切ですね。うまかったな。こういう、漬物でも、いいよ。あるんでしょうね。うん。今日も久々に美味しいなお前。ハゲはまさに男の生き様っていうのを表してるんですよ。子供の頃からハゲになりそうね。俺は年とともにだんだん気が抜けて長くなっていって、もう頭スカスカになったり、本当に反り上げたような頭にね、なったりしますよ。当然ね。
たっけかな。ご飯が2回でしょうか。1回忘れた。まあピーション美味しく食べればね。今日は早めの、早めじゃないな、遅めの給食だったんでね、もう美味しく食べれたら良かったですね。それでは卵入り味噌が今日はこれで終わりたいと思います。それではまいちゃーん。あ、懐かしいね。